今日はショートスイングで、頭の位置をキープさせて、ちょっと下の動きをちょっと躍動感つける感じでやっていきます。それだあと肩甲骨周り肩とかあれなんで回してこうちょっと後ろにこうこうやってどうでしょう。気持ちよくないですか？あー気持ちいいですよ。気持ちいいですよね。このまま寝ちゃいますということで早速ちょっと始めたいと思うんですけど、練習のベースで使うのは7番アイアンというクラブを使います。まずゴルフクラブがキャリーバッグに入れられる本数は全部で14本なんですよ。で14本以内だったらできるんです。で初心者の方なんかは初め5、6本でもいいっていう場合があるんです。であんまりたくさん のクラブをみんな長さとかが違ってくるんで1個ずつこうやってやると大変じゃないですか。その14本の中で真ん中辺のクラブが7番アイアンっていうクラブなんですよ。スイング作りは7番アイアンっていうクラブでいう真ん中ぐらいなんです。その長さ的にもまあ飛距離的にも大体真ん中ぐらいなんですよ。しばらくはこれを使ってスイングの基礎作りをやります。私の中で考えているのは7番アイアンでの基礎作りっていうのはスイング作りの大体ね 70% ぐらい占めてると思ってみましょう。でもう上手くなってきちゃったりするとそこそこ球当たってきちゃうから、そういう小さいスイングとかをすごくねそんなのやってもしょうがないんじゃないと思う方多いんですけど、残念ながら私のところに来てくださるプロゴルファーとか全部プロひっくるめてほとんどのプロたちはショートスイングから始めます。ボールを打つその前後からちっちゃい動作からしかスイングってやっぱ変わっていかないんですよ。例えばトップでこう上に上げてた時にね、こんなになってたからこういう風にしましょうって言ってもインパクトがこうやってやって覚えてたら結局かっこいいトップしてもなんかこんなって打っちゃうわけですよ。ボールを中心に前後どう動いていくかってことをどんどんこうマスターしてくる。ということでだいたい誤差しはつくと思うんですけれども、ショートスイングから始めてます。練習場ですね。打ちっぱなしで打ったフィーリングどういう感じで振ってたのか一回それを自分流でいいんで振っていただく。で私はその見た振った時に例えばあ意外と手元を使って振るタイプだなとか、意外とこうなんか下でこう落とすタイプだなとか、まあ、体ってこういう風に動かしたがるんだなっていう元々の大元の癖っていうのをちょっと見たいんです。でそれを別にスイングこう組み立てていくんで、じゃあまずこれピュッと体素振りで振ってみましょう。はい、ありがとうございました。はい、どうぞこちらへ。これ1回振っても2回振っても大体スイングって一緒なんですよ。で、グリップの仕方とかそう立ち方とかも、まあ後でどんどんやっていきますんで、いつの時代からもスイングチェックって大体この2方向なんです。でまず正面からの絵っていうのは何を見ていくかというと、まず体の動きが左右どのぐらい動いてるかっていうのを見ていきます。で見やすくするためにこう頭の印、左右の体の外側にねこれ線引きますね。で体がこの枠からどのぐらいこう出ちゃってるかなとか、どのぐらいちゃんと出れてるかなとか、それからあとクラブを置いた時の位置ですね。はい、どうぞ。方法はゴルフって止まってるボールじゃないですか。止まってるボールで下にボールが置いてられたらこう前傾をこう作るわけですよね、はい。で前傾を作った時に止まってるボールなんで前傾の角度が変わっちゃうと球って当たりづらそうじゃないですか。ローカリングそうですよね。でまずこの前傾の姿勢がどのぐらい変わっちゃうかっていうのを見ていくと、頭の位置にこっちも印をつけます。はい、クラブを後ろから持っていきます。この後方の今のクラブのこれ来角って言うんですけど、構えた時にここにこうやって角度がこう地面と この角度が発生するわけですよ、はい。でこれが、クラブによって例えば、短いクラブになればこうやって上がってきて、ドライバーになればなるほど長いクラブになればなるほどこうやってこう寝てくるものなんですね基本的に。まあそのいわゆる来角の延長線上、いわゆるこの線ですよね、はい。でこの線をゴルフで最も大切って言ってもいいぐらいな基準線のスイングプレーンっていう、まあ、プレーンなんですよ。これ何かというと電車のレールみたいなもんで、ちゃんとここに沿っていくと目的地まで行けボール運んでくれますよっていう感じ。単純に言うとそれがまっすぐ打つと、まっすぐ振れると
スーンとかまっすぐ飛んでるわけです。この線に沿って振ることもすごく重要、まっすぐ振けるわけですけども、ボールって当然曲がるときあるじゃないですか。で、球が曲がるときには必ずと言っていいほど理由があります。そう、で、その理由、例えばまずボールがこう右にパーンって飛んでっちゃうときってありますよね。で、そのときっていうのは何かというと、クラブがこの線よりも下半身側からクラブがこうやって落ちてくると、ボールっていうのは基本的には右にパーンって落ちてくるんです。で、今度は上半身側からクラブがバーってこうやって落ちてくると、ボールってどっち行くと思います？左です。すごいですね。おっしゃる通りです。左に出てくるわけです。ピューッと、いわゆるこの綺麗なレーン、プレーン上にこう触れるとまっすぐ行くけれども、内側からインサイド、これインサイドって言うんですよ、この下半身側をインサイド、覚えておいてくださいね。この線より下インサイド、この線より上がアウトサイドです。これ一生つきまとめます、ゴルフやると。いいですか、はい、こっちなんでしたっけ、インサイド、記憶力が、はい、そう、これ内側から来るとインサイドから来るとボールは右、アウトから来るとボールは左っていう3方向なんですよ、ね、で、これは問題が1個だけあって、ゴルフのクラブっていうのは残念ながらこれヘッドがついてて、このヘッドの先がこうやって開いたり閉じたりすることができるわけですよね。例えばこのまっすぐ振っていった時に、このクラブのフェースがペロってこうやって、いわゆるこう右に向くような感じだったとするじゃないですか、はい、そうするとボールに今度スピンっていうのもかかってしまって、こうサイドスピンとかにかかりやすいんですよ。で、サイドスピンがかかるとフェースが右に向くんで、ボールっていうのはここからなんとなんと右へ行くわけですね。わかります？それ難しいですか？もちろんフェースっていうのは面と、あそこの面、そう、この面、この面、わかりやすい。こういうのがね、また売ってるんですよ。これピッとまくつくんですよね、なんかそうでしょ。で、いわゆるこのじゃあここがまっすぐだとするじゃないですか、はい、で、こうやってまっすぐ埋めてると、これはこれがまっすぐ、まっすぐ行くわけですよね。フェースが開いたらどうなるかと、これがこうやって開くと、こういうこと、そうするとボールは右の方、しかもちょっと今上に向きましたよね。右上の方にこうサイドスピンがちょっとガーンと、わかります？で、今度逆に閉じると左下の方に行く感じ、わかります？これ基準変えないと、こう面がこうやって変わったけど、こんだけ変わっちゃうんです。つまりまっすぐフェースが向けばまっすぐ、開いたら右、閉じたら左っていう風にまた3方向に向かうんです。で、同じように今度クラブがインサイドから来た場合の設定も一緒ですね。フェース面がまっすぐで右にまっすぐ行きやすい、だからフェースが開いたら右に行ってからまたさらに右に行っちゃう、もうどうしようもない、どうしようもない、とはもうさよならって思いますね。で、今度フェースが閉じたらどうなるかというと、一回右行ったんだけど戻ってきてくれるんですよ、ターゲット。これをドローボールとかフックボールって言うんです、はい。まあ、ドローボールとフックボールって基本的には同じような考えなんですよ。まあ、何が違うかっていうと、私の中ではそのドローボールとフックボールの差っていうのは曲がり幅、いわゆるあのプロゴルファーなんかだいたい飛距離に対して 2% ぐらいも大体ドローっていう、 2% ぐらい、例えば100ヤードだったら2ヤード、まあ、大股で2歩ぐらいの幅でこう1回右に出てったのがぐーっと結局ターゲットに戻ってくる。で、それ以上のやつをこうフックみたいな感じ、まあ、左に行きすぎるのをフックとも言うんですけども、基本的にまあ戦える、すごく戦って綺麗な球がドローボール系って感じかな、はい、ちょっと難しいかもしれない、まあ、これまた追ってまたお話していきます、はい、今度は赤い線ですね。上からアウトサイドから来た場合、これもフェースがまっすぐだと左にまっすぐ飛んできますよと。で、もしフェースがこの時閉じたら、左に行ったボールがまた左に行っちゃうどうしようもない球ですよ、はい、で、この時にもし開いたらどうなるかというと、左に行ったボールが今度戻ってくるスライスとかフェードっていう球なんですよ。これのね、逆の球って感じです、はい、結局ターゲットの方に向かう球じゃないですか、スライスとかフェードっていう風に言います。そう、いわゆるゴルフのボールというのは、まあ、大きく分けてですけど、3×3 の9種類に分かれていると思います。軌道が3種類で、フェースの向きが3種類で、3×3 の9種類と。当然、戦える球っていうのは、まあ、基本的にはこのストレートボールと、まあ、ドロー、フック系の球、スライス、フェード系の球っていうふうになるわけじゃないですか。で、このスイングを作っていきましょうねっていうことなんです。
先ほども言ったように軌道をこう合わせながら、フェースを合わせながら、方向性、目的地に向かって振っていくっていうクラブの練習、それからそのクラブを振るためにどうやってやって腕の体や腕やなんかをこう使っていくかっていうのをこれからどんどんやっていきたいなという感じします。後方からです。いいですか。で、今度正面、正面は体重の配分がどのぐらいこう左右に動いているかと。で、先ほども言いましたようにこの今状態で一回まず見てみましょうね。早速ね、頭の位置がどのぐらいこう動いてるかっていうのを見ていくと、バックスイング上がっていった時、岩さんが頭がピーッとこうやって右に、画面上で言うと左に動きましたよね。頭半分弱かなぐらい動いてますね。動いてるつもりじゃなかった、あんま気にしなかったね。あんま分かんない、はいはい、じゃあこれ例えば今そうですね、じゃあ10センチぐらいとしましょうか。はい、10センチぐらい移動しました、はい、このまんまもしボールを打ったとするじゃないですか。でボール今置いてないけど、ボールが今この赤い色に印つけません、ボールこの辺にあるわけですよね、はい、そうすると当たり前ですけど、このまんまの位置で打ったら10センチ手前で叩いちゃうことですよね。ここで叩いちゃうことですよね。そうですね、この分、この分移動ながら10センチぐらいこっちに打っちゃうわけじゃないですか、はい、いわゆるダフリってやつです。今度はダウンスイングしていった時にダフらしちゃまずいっつって体をこうやって一生懸命左にちゃんと戻してるわけですね、はい、でインパクトの時に何もなかったかのようにちゃんと戻してるわけです戻ってます、戻ってますよね。これはセンスと言いましょうかいやいいじゃん、戻ってるんですね。あのただこう問題があって、こう今7万円って真ん中のクラブでこうだったけど、ドライバーになるともうちょっとこっち行っちゃうかもしれないし、あとゴルフ場って練習場と違って平らなところだけじゃないんですよ。ほとんどが傾斜ついてるんですね、はい、で傾斜がついてるとやっぱりこう重心のこう戻り具合とかやっぱ感じる雰囲気も本当結構変わってくるんで、やっぱ極力こう行って戻るんだったら戻さない、あの初めから右に行かないほうが楽かなっていう感じはちょっとありますよね、はい、インパクトからフォローに向けてこんな感じで振ってみました。ちょっとこう見てどうですか。まず一言で言うとダサいですね。よかった、気持ち一緒でした僕の力はとても良かったねそう、あのでも初めにしては変な話、その手の位置とかもすごくこうハンドファーストっつって言って、インパクトの時に手がこうやってすごく前に出せてるんですよ。これセンス。そう、どうしてもね、クラブヘッドがこう先にこう遠くにあるじゃないですか。だからクラブヘッドを先にボールにこうやって当てようとしたりとか、球上げようと思っちゃうと、この手の位置がね、意外とね、こっちにこうね、ずれて打っちゃったりする人いるんですよ。だそう考えると、結構まずいいところももちろんありますよ。だから腕が結構ピュッて伸ばせられるこう才能がある。大体これみんな曲がっちゃうんですよ。8割ぐらいのアマチュアの方曲がっちゃうかな。それが変な話、初めから伸びてるから、これは私としてもすごいやり方、あのレッスンがすごい楽になる、はい、ありがとうございます。それからもう一個すごいのがこのためね。ためって言って、あのこれまあ初心者から今知る必要はないけれども、はい、一応この左腕が時計の針でいうと8時の状態の時ね、はい、の時に、この90度の角度をこう今クラブが作ってるんですよ。これ別に意識してないんですよ。自然にこういうプロゴルファーたちも大体こう85度から95度ぐらいで打ってるんですけど、はい、本当に綺麗に90度ぐらいで打ってたんですよ。角度を測りましょうか。なんとか、ぴったりじゃないけど、大体ね、81度ですよね。これはすごい。いい角度。インパクトがハンドファーストできて手が伸びてるっていうから、球を遠くに飛ばす、もともとの才能みたいなのがすごくある。これを作るのがね、この本能みたいなもんなんで、非常にいいと思います。バドミントンやったから、こう、さばきがすごい、はい、手首のさばきが上手。正面は、まず、頭のこの位置をちょっと直していこうかなってことと、一番こう、なんかさっきの言葉で言うと、ダサいっていう言葉を使わせてもらうと、この辺の足の使い方が止まっちゃってるんで、ここ変えると、ずいぶん距離が変わります。はい、まず正面です。方法はまあ悪くないんじゃないですか。はい、まあまあのところにいますよ。いいですよ。あの初心者レベルで言ったら本当に
100点って言ってもいいぐらいいいとこにいますか。でそこそこ上手くなってくると70点ぐらいかなって感じ。いやでもいいっすいいっすいいっす。あ切り返しがちょっともったいないですね。だって本来ここにこう重ねて打つのが一番いいんですけれども、はい、プロゴルファーでも、全体のね今最近で言ったら3割いるかいないかぐらいかな。みんなこうやってクラブって大体こうやって上にポンって手浮いちゃうんですよ。僕はインパクトプレーンと言うんですけど、インパクトした線で見ていくとクラブヘッド今黄色い線よりも下から来てますよね、1個ね、はい、1個ぐらいでインパクトして、で打ち終えたとこれどっちでしたっけ、今度はインでしたっけアウトでしたっけ、こっちはそっち側はこっちがインでこっちはアウト、そうなんです、アウト、アウトサイド側から抜いてってるんで、いわゆるインサイドアウトで来てるからボールは本来だったら右に行きやすい。で右に行きやすいけれどもフェースの組み合わせによってはちゃんと戻ってくる場合、戻りすぎちゃう場合なんていうのはあるかもしれないけれども、基本的にもともとのベースはドロー気味に動かせられる動きとか珍しいです。ほとんどの人がね上から来るんですよ。9割、初めやったら9割は上から来るかな。岩瀬さんの場合は初めからこの線よりもインサイドから来てインパクトしてアウトに抜く、だからインサイドアウト。で相変わらずやっぱ下の動きが何でしたっけ、あの言葉ダサいですねなんで絶対も動かないんでしょなんでこれ下を動かさなきゃ、あの逆に動かしたらすごいかっこよく見える、はい、でクラブの抜きはこうやってインパクトプレーにこうやってすごいこう直線にまっすぐ平行に抜けてるじゃないですか、はい、でこの辺とかすごく上手はい、で、はい、結論いきます。いいですか、はい、まず、湯浅さんの、このクラブの動きはすごく綺麗だけど、頭の動きがちょっと左右あるんで、今日はまずミラーチェックで頭の動きをまず押さえます。はい、いいですか。それから、小さいスイングを、して、その時にちょっと下の動きのイメージを変えていきます。いわゆるさっき言ったショートスイングから始めたいんで。で、後方から見た時のクラブの動きが非常に綺麗なんで、このダウンスイングがインサイドから来てフォロースルーアウトサイド抜くっていう動作はキープしたままやっていきます。いいですか。で今日はショートスイングで、頭の位置をキープさせて、ちょっと下の動きをちょっと躍動感つける感じでやっていきます。はい、いいですか。わかりました。この3つのポイントをテーマにしてやっていきます。いいですか。はい、じゃあよろしく。あ、ちょっと一回プロの見ます。プロの見ます。日本の見ます。ごめんなさい。と言って自分の動きを出しちゃう。いいですね。私。バックスイングは上がってきて、頭の位置がどうすか。動いてないですね。動いてないですよね。ほとんど動いてないですよね。なんかちょっとこうなんて言うんだろう。僕が言うのもあれなんですけど、おじさんっぽいですか僕言うのあれなんですけど、ちょっとこうなんか硬そう、全然こう感じの、せっかく体柔らかいのにねじれてないんですよ、あんまり。あ、はい、そうで、ダウンスイング行った時に左腕とシャフトボールピッと90度の角度を作るわけですね。こういう感じで、でも岩さん、これも岩さん上手、これ同じぐらいだから全然すごく。で、インパクトの時に手がこう出てくね、パーンと前にちょっとごめんなさい、ぼやけてシャッタースピードがぼやけちゃってるんでね。で、これも同じ感じで言ってるでしょ。こういった手の動き綺麗です。これ下半身取ったら結構綺麗ですよ。で、インパクトがバーンと手が、シューッと伸びて。で、クラブもこうやって。でも走ってるから、いやいや、本当初心者がやり始めのレベルで言ったら、僕、クラブの動きで言ったら本当90点ぐらい出せるじゃないですか。でもこれからやらなきゃいけないのも言ってました。初めてパンと振ったにしてはもう全然上の方、かなりレベル高い。で、後ろから見てた時もこうやってクラブが線の方向に上がっていって、で、トップで、はい、もうこんなにここで終わりです。はい、どうぞ。こうね、で、ダウンスイングでこうやって水色の線だったのにこうやってクラブが立ってきますよね、はい、これ平行に本当は振りたいんだけれども、見てください、こうやって平行に来るでしょ。ビューッとインパクト、で、フォロースルーがパーンとクラブが抜けたくて、
っていう感じなんです。で、先ほどのテーマを中心にちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、どうぞ。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。